きましょう。珍しい色の竜が見えましたけどね。はい、さあ最近ねこのカラーの竜使う人ランクマッチでも見ますが、あ本当ですか、ロッソが竜ですか。ここまで対応キャラを、使ってきたロッソですが、ビッグバード戦に関しては竜をスピック、サガットじゃないのね、うん、そうですね。さあまたダイゴスが見られる、嬉しい。さあ中足からキャンセルせずに投げ、この CV 選択肢。いやただ竜もですねこの調整によってかなりいいキャラになりましたんで、はい、そうですね、やっぱりこのトーナメントシーンでこの竜がね、主人公たる竜が見られるのは嬉しいですよね。確かに主人公だもんな。そうなんですよ。さあここも刻んで投げる、この動き、おーっとこれ微妙に溜め切らない、いい波動になった。ただピクワード、ここは表から、ただ危ないぞ、打ち切り、竜巻、悔しいね。届かせたいよね、確かに、ね、そうですね。さあぐるんぐるんと腕を振り回すビッグワード、どうぞ、ここはガードになる。これあのボルカノロスト選手、やっぱり竜サブキャラなんで、はいはいはい、ちょっといろんなところがその竜っぽくないというか、うんうん、感じなんですよね。対空も今かかと練りチャギを使ったりとか、ほう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 、だけどこのビッグバードに対して竜をピックしてるってことはどっかにその明確な理由があるはずなんですよ。それがどこかを見ながらちょっと実況していきたいところですね。そうこことかも暴れからコンボにせずに投げなんですよ、うん、で逆にビッグバード食らっちゃうっていう、これ3回ぐらい見られてますからね。空対空、ただ火力が竜あるんでいけそうですね。しかも真空ありますよロストの方。さあ投げていく、まとわりついてのこの動き、さあ投げ3つ目、さあ真空打ってしまったがビッグバード上から失礼、出ちゃったとかなんかね、今そうですね、ちょっとレバー入なんか入りすぎちゃったという感じでしょうか。これは変えるかな、そうですね、キャラクター変わりそうですね。そう中東の人たちはめちゃめちゃ食べる理由としては、はい、あの向こうってリアルに40度オーバーの人がよくあるんですよ。あスタミナだ、そうだから食べないとダメって言ってました。なるほどね、さあそんなよく食べる2人の戦いですからね、いいですね、行きましょう。さあちょっとですね対空昇竜のチャンスもですね結構ガードになってたんで、うん、おやおやと思ったところはあったんですが、ボルカノロストは竜続投ですね。そうですね、はい、さあここまではポイズン、そしてガイルと使っていいプレーを見せていたロスト、このビッグバード戦は竜をピック。さあ即答、さあダイヤシー立ち台系から発動、ビッグバード、さあここはしっかりハブフに乗せて後ろからのイーグルスパイク。さあここまでやっぱりビッグバードはその事故がないように画面端で三角飛びを連打したりとか、結構その竜の動きを誘導するような動きも混ぜながら、うん、まあ、まとわりついているというところですね。まあ、多分不気味なんでしょうね、うん、なんで竜なんだと、ちょっとその相手を測りながら戦ってる感がありますが、ただそこはビッグバード行けるときはガンガン行くと。それからうおー垂直狩り、ここはよく出ていた、そして発動が成功してスタンチもかさんでいるが、ここはどうするか、スタンさせないで、ヒャッホーヒャッホー、楽しそうだ、おーいわんぱくだな、何を警戒してんだ。さあ最後は転がっていって倒しきりましたが、これちょっとねメッセージ性がありますね、このプレーには。なんだろう、なんでしょうね、なんか壁端を竜巻まだやるかいみたいなね、百歩、今の百歩、その竜でまだやるかいみたいな百歩にも見えましたね、ちょっと、うん、あんまりビッグバードはそういうあの相手にメッセージ性のある動きをしてるの見たことないんですけど、うん、
何ですかね、珍しい感じ。なるほど、うん、初めの一歩で言うと沢村のあのシナサザメみたいなあ肉のね。まあそうですね、それかスペック戦の花山みたいなね。まだやるかい、まだやるかい、まだやるヒーッ後の、はい、目撃者が語るが面白いですね。 いいですよね、あれね、警察官ね、警察官が、いやそこは花山薫なんですよね手をねこうやったんですよ、はい、手を大丈夫ですかこれ大丈夫ですこれ雑談ね、許していただけるのであればもういくらでも続けない。さあただ変わるか、はい、ガイルになりましたね、うん、これはやっぱりメッセージ性があったっぽいですね。竜の秘策があったんでしょうかね。ちょっとそれがですね、何だったかわからないまま竜はあの引っ込んでしまったんですが、ただこちらのロストのガイルはかなりまあ、さっきねそれこそ逆三盾を DF に対して見せた、そうですよね、はい、流れがあったので見ていきたいと思います。さあ大パンから、ただねこれビッグバードがもう出来上がりましたね、あっという間、はい、このボルカーのロストというプレイヤーに対しての、駆け引きのインストール、それがもうできているかといったようなそんな感じのラウンドになりましたね。まあ、結局どこで守ってどこで引いてどこで打ってくるか、はいはいはい、これが分かればキャラクター関係なく、まあ、攻められますから、まあ、このビッグバードクラスになるとこの2試合で今日のボルカーノロストのパターンを判別できたが、さあただ先ほどはねそのパターンをうまく塗り替えて上書きして逆三盾を見せたボルカーノロスト。あいやここも警戒している、リーチはかかっている、勝負は3試合選手、ソソニックを打つ、いやーこのイエクソニック止めている、そうやろ、あバッドタイミングになってしまったか。いやーこれは一方的な試合になりました。勝ったのはビッグバード、お見事、3対0、お見事でしたが、謎は残る。もしかしたらこれロストめちゃめちゃ苦手意識のある組み合わせだったのかもしれないですね、ビッグバードに対して。なんか動きに全く自信が感じられなかったんで、確かになんかすごい消極的でしたね。そうですね、